現在の状況で、その問題ある、新聞記者を殺そうとすると、逆に自身が反逆者の、その扱いを受けてしまう、という理不尽。はある。大賀さんの決定が、刑の執行、それをその加害者自身に求めているから、だ。それに逆らい点に代わって、は、現状は許されない。美しくない世界だ、ゴミがいつまでもそこにあって、そしてうごめく。人間的視点で、この感情論を打開し得る術はない。結果は、理不尽が積み重なる？京都アニメーションの新作映画が公開。敬意もあり、なんとなく、嫌悪が湧いている気はして、少し不安感。犠牲者が出た後、というのは、今までの方向性は間違っていた、となる。ことは稀だ。弔い合戦という感覚、それがある意味この作品を支配している、かもしれない。そこに、反逆者を擁護する、という混沌な絵もある。